どうもこんにちは、マスさんです。今回はバスターズを、まあ、前回アイドル様を撃破無事できたんでね、気持ちよくバスターズ行こうかなと思います。おみくじまず引きます。頼む、出てくれ。どうかよ、ほんまノーパン地獄。絶対にパンツを履いてはいけない。スースーするとノーパンな。したことないノーパンは。あんまスースーするやろな。とりあえずね、バスターズをバスターズで新しい妖怪を使おうかなと思ってます。新しくレベル99にしたやつがいるんで、ねもう全てが選ぶで、あ、これですね。吸収術、ヴァンパイニャンかな。吸血鬼みたいな。あ、ガブニャンや。ガブニャンですね。こいつ多分強いと思います。トリプルボスラッシュ。手形なしで。金の手形は残しとくと。まあ、一回使ってしまったんで、僕も。いきます。まあ、すんなり。お!これは来た。これ来ましたね。いきなりキャカモン来たん。これ個人で結構ソロで。まあ、回復吸収なんで、間違いなくドンドロ来ますね。そしてこれは。ほら。ほい。おっさ、おー、やばいやばいやばい。めっちゃ遅かった。ガブね。これ、吸収率めっちゃ遅いな。危ない危ない。これやばいってほんま。ゴージャス強いな、あれ。ガブニャン。もう一回。ガブニャン。スペシャル2。オッケーオッケー、楽勝楽勝。イカカモは楽勝やな。進化するよ。マイカカモから全て奪うねと。バレレレ、ペレレ。ガブニャン。ガブニャン。いけ。オッケーオッケー。ガブニャン、これめっちゃ遅いね、吸収術ただ。いけいけー。やってもだ。やってもだ、やってもだ、やってもだ。いけ。色変えたで。モードチェンジしてきたな。食らえませんよ。とどめ。やめんかい。危ない危ない。いけ。ほら。OK、倒した。よし、楽勝やな。OK。で、150か。イカカモンでは全然ノーマルやったら弱いですね。ノーマルというか手形なしだと。4人でのイカカモンでとか確かめっちゃ強かった思い出はあるんですけど、まあソロのイカカモンでは弱いですね。ただこいつの吸収術はめちゃくちゃ遅いんで、これちょっと使いにくいですね。逃げられないんで、吸収術で速攻で。めっちゃ試す、長いからこいつ。おにぎりあった。見とこ。ガブニャン。なんか動けへんもんな。めっちゃ遅い。こんなもんなんかな。なんか、遅く感じますね。あの下がおにぎりで、とりあえずおにぎりを確認しとくと。おにぎりありますね。地雷があるんで。どんどろ来てほしいな。だからこの全力攻撃も地雷も持ってないんで、火の神話は厳しいです。これ来られたら。地雷欲しい、地雷。あー、ジミーか。ジミーはあんまりですね。どんどん来た。もう行きます。潰す。オッケーオッケー。結構集めると。オッケー。来たで、これ1500でかいで。ほら、やりきた。はいはい、いけるいける。こいつ結構動きが速いな。ほら、変わる変わる。
気をつけ。溜まるの遅いけど。耐える耐える。ザブニャン。で、スープルガーレ。よっしゃ。ザブニャン。おにぎり取っとくか。これも楽勝で倒せますね、これは。ザブニャン。よし、変わった。はい。おい。おい。楽勝や、もう倒せる。邪魔すんな。剣のマックスの大技。はい、倒しました。ガブニャン強いですね、これ。オーケー、黒。200か。もうちょい上行きたいな。これソロの最高俺何歩くらいやったの ?500、600くらいやったんかな。ちょ、邪魔や、ここ。急ぎます。イノシンはただね、ガブニャンには厳しいと思うんで、厳しいというか無理ですね、多分。封じれないんで。とりあえず、今回鬼玉の最高記録を目指しているんで、アイカカモネの時点でちょっと厳しいかなとは思いますけど、地雷欲しいね、地雷。ロケ。ギリギリまで集める。あ、ロケパンやん。ロケパンは使えるな。よし。時間いっぱいまでとりあえず鬼玉を集める。もうすぐ来ますね。誰が来るやろ。オッケーオッケー。もうほとんど回収したな。来るぞもう。ドンドラ来た。まあ、ドンドラも楽勝やな。いけ。いきなり変わるんや。やってもだ、やってもだ、やってもだ。ミスったな。ドンドラ舐めとったわ。よし、急げ急げ。ごめん、いけ。行ってやないか。行ってやないか。ガブニャン。ミスった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 って。結構ミスっとんな、今回。あ、油断せんとこ油断せんとこ。これ使っとんね。OK。もう決まった。うっせ。急げ急げ。アイテム取っとこう。まだ時間はあるんでね。邪魔すなって。潰す。急がな。倒せる。倒した。全部消えた。オッケー。これいけるぞ。したか。俺もう時間ないんで行きます。よし、オッケー。600か。
まあ、ソロで600は結構上だと思うんですけど、もうちょい上行きたかったですね。金の手形とか一回ソロで行こうかな、次。ガブニャンで。617。鬼縄パワー来ましたね。フロア出るやろ。ソロでは多分最高に近いぐらいの記録かな。いけ。シューキーン。黒。黒頼む。黒や。金か。妖怪。妖怪で。あー、座敷わらしね。持ってますね。持ってん妖怪が欲しいな。並行しとるわ。座敷わらは持ってるね。はい。というわけでね、今回は、ガブニャン。こいつは結構ね、まあ、使いやすいですね。攻撃技と吸収なんで、ドンドロにも対応できるし。まあ、火の神以外だと多分全員倒せますね。このガブニャンは。まあ、使いやすいんで、まあ、ただ HP が低いんで、やっぱうんちくまとかには劣りますけど、まあ、普通に使える部類の妖怪です。まあ、トリプルボスラッシュ、まあ、久しぶりに600点達成できたんで、次また、金の手形とかで、ちょっと800とか、1000はどうかわかんないですけど、金の手形で、やったらどれくらいいけるかっていうのを試してみたいんで、また、いつかね、やってみたいなと思います。はい、というわけで今回は終わります。ありがとうございました。